おやおや、お墓参りですか？そうですか、いいことですね。ふふ。私は散歩ですよ。ところで、またお話でもいかがですか？ではでは。そうですねー。子供の霊、なぜか異様な不気味さを覚えませんか？あ、別に子供じゃなくても不気味ですね。人は得体の知れないものに恐怖を感じるものですから。そんなものが自分に危害を加えてきたら。ふふ。それでは一つこんな話。時期や場所は詳しく言えないけれど、その方の父の実家がある場所にまつわるお話。父の田舎はとにかくど田舎、集落には両手で数えるほどしか家がない。山の奥なので、土地だけは豊富にあったが、買い物や病院に行くにもバスを乗り継いで半日はかかるという恐ろしい土地でした。父から聞いたことによると、集落にある家は全部同じ名字で、父が小さい頃はここの家にはまだ電話がなく、集落以外の場所へ連絡を取るときは、一つだけある商店に設置された電話を使った。集落の土地はかなり広いので、おのおのの家は距離が離れていた。そのため回覧板はなく、連絡事項は長老さんと呼ばれる家に設置された機材から、集落の中の電柱に設置されたオレンジ色のメガホンみたいなスピーカーで流していた。そんな不便な場所にもかかわらず、集落には若い夫婦が何組かいて、学年はバラバラだが小学生の子供が何人かいた。彼女たち家族は、普段は母方の実家に近い、比較的開発の進んだ場所に住んでいた。例年お盆は、父の実家で過ごすのが小さい頃からの恒例で、車で何時間もかけていくその集落は自然がいっぱいの別世界。彼女は毎年お盆が楽しみで仕方がなかった。彼女が小学4年生の夏休み。父方のおじいちゃんの家に泊まった次の朝、彼女が泊まりに来ていることを知った近所の子供、アリサちゃんが遊びに来た。アリサちゃんは彼女より一つ年上で、集落の分校に通っている子供の中では最年長、そしてただ一人の女の子だった。年に一度しか会えない友達で、小さい頃はとても仲良しだったけれど、毎日年下の男の子に囲まれて実質ガキ大将のようだったアリサちゃんとは、ここ数年あまり話が合わなくなってきていた。彼女は当時流行っていた女性アイドルグループに夢中で、アリサちゃんは毎日ドロンコでチャンバラごっこをやっている、そんな感じで一緒に遊んでもつまらないと感じるようになったからだ。その日彼女は、夏休みに入ってから自分のお小遣いで買った、キラキラしたビーズの髪留めをつけていた。遊びに来たアリサちゃんは開口一番、それちょうだい、と私の髪留めをむしり取ろうとした。今になって思えば、アリサちゃんも少しずつ思春期を迎えて女の子らしくなりたいと考えていたかもしれないけれど、当時彼女は自分で買った大事な宝物を取られてしまうのが嫌で、必死に抵抗した。アリサちゃんは怒って、もう遊んでやらない、と言い残して帰ってしまった。毎年、泊まった次の日は朝から昼まで、家の中でお盆の供養があるからと外に遊びに行かされていた。もともと一人遊びも嫌いじゃなかった彼女は、アリサちゃんと喧嘩したことは少し引っかかっていたものの、特に支障なく裏庭で遊んだ。10時を回った頃、庭にまたアリサちゃんがやってきた。アリサちゃんは彼女の前にしゃがんで、いいこと教えてあげよっか、とわけ知り顔で言った。彼女がうん、と言うと、アリサちゃんは口に手を添えて、私の耳に内緒話をするみたいにして、鼻歌混じりの不思議な歌を歌い出した。メロディーは、昇華の浜辺の歌、に少し似ていた。歌い終わったアリサちゃんが言うには、その歌は、聞くととっても良いことがある秘密の歌、らしい。内緒のおまじないだよ、大人に言っちゃダメだよ、そう言い残してアリサちゃんは走って家に帰ってしまった。お盆の供養が終わって、じいちゃんが彼女を呼びに来た。お昼ご飯はそうめんとおばあちゃん手作りの山菜の入ったちらし寿司で、家族みんなで楽しく食べた後、眠くなった彼女は仏間の隣の部屋で寝転がった。
目を覚ましたのは4時だった。じいちゃんの家の古い柱時計が、ボン、ボン、と4回鳴って、家の中は一番暑い時間だった。山に囲まれた集落は、日が落ちるのが早くて、昼間と違って外から入り込む光が少しだけオレンジがかっていた。じいわじいわ、かな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 、ひっきりなしにセミの声が聞こえてた。ああ、寝ちゃったんだと思いながら、体を起こした。頭がクラクラして、父と母も、祖父と祖母も近くにいない。毎年だったら供養をした日の夕方は、みんなでお墓参りに行っていた時間で、寝てしまった彼女を起こさずに置いていったんだろうと思って気にせずに、また畳の上に横向きに寝転がった。そこで、動けなくなった。じいちゃん家の畳は古くて、日焼けして赤茶色になっている。ばあちゃんが熱心に掃除をしているからか、ところどころに巣を塗ったみたいな飴色になっていて、その畳の一畳分向こうに、白いお餅の塊みたいな赤ん坊が、こっちを向いてゴロンと寝転がってた。金縛りという現象なのか、体は手足も指先も縛り付けられたみたいに動かなくなっていて、唯一息をするところだけが動かせた。寝転がった赤ん坊の鼻のあたりに、焦点があってしまったまま目玉も動かせず、まぶたも固めたみたいに動かなかった。赤ん坊の顔は真っ白で、この状況を理解できてない頭の中で、これじゃシロン坊だよなぁ、なんて思った。黒目の大きい瞳で、口はお餅に入れた小さな切れ目みたいだった。ふくふくした柔らかそうなほっぺが、餅が膨らむみたいにもりーっと持ち上がって、ああ口がどんどん開いてるんだな、泣くのかな、と思って、けれどおかしいことに気がついた。口が大きすぎる。目玉が動かせなくて、ずっと見つめている小さな鼻がどんどん上向いて持ち上がって、鼻筋どころか目と目の間に小鼻が食い込んでもまだ盛り上がる。そのうち焦点が合っていた場所に鼻はなくなり、口の部分から広がった大きな穴がぽっかり覗いた。さっきまでぷーっとしていて、可愛く見えたはずの顔の大部分が穴になって、まるで黒いボーリングの玉に赤ん坊の顔面の皮を、無理やりかぶせたみたいに見えた。怖いのに目が離せない。まぶたが閉じられなくて、目が痛くて涙で視界が滲んだ。赤ん坊の口はさらにどんどん広がっていって、ついに顔中が穴になった。もう目も鼻もめくれ上がって、白い赤ん坊の体の上に、首の代わりにうつぼかずらが乗っかっているみたいだった。ああ、食べられる、と思った。涙でじんわりした視界の中で、相変わらずふくふくしたままの白い手足が、雲みたいにうねうね動いて、うつぼかずらみたいな大穴がこっちを向いた。真っ黒い穴の奥には、ぎっしりと白いものが詰まってた。おまんじゅうみたいな大福みたいな、おにぎりみたいな白いコロンとしたもの。目に溜まってた涙がほっぺたにボロッと流れて、一瞬だけど視界が良くなった。全部、真っ白い赤ん坊の手だった。口だった穴の奥底から、お、あ、あ、と大人の男みたいな声がした。うわぁ、と彼女の喉から声が出た。それと同時に体が動いた。逃げなきゃ、食われる、そう思って手足をジタバタさせたら、シワシワの大人の手でそれを押さえつけられた。じいちゃんとばあちゃんが暴れる彼女の手足を押さえて、大丈夫か、しっかりしろ、と声をかけてきた。そばにお父さんとお母さんもいた。助かった、そう思って、彼女は泣きじゃくった。涙が止まって、気持ちも落ち着いてすぐに、彼女はさっき見た怖い夢の話をした。じいちゃんは珍しくいかつい顔をして、父と母はもう大丈夫だよと彼女を抱きしめてくれた。もう4年生だったけれど、今夜はお母さんが一緒に寝てくれると言った。そして、何度もうんうんうなずきながら彼女の話を聞いていたばあちゃんは、その日の晩ご飯の後で、彼女を仏間に連れて行った。仏壇のそばの座卓にはじいちゃんも座っていた。孫ちゃん、今日みたいな怖い夢を見ないように、いいことを教えてあげる。そう言いながら、ばあちゃんは歌を歌ってくれた。昼間、アリサちゃんが庭で歌った、あの歌だった。彼女がアリサちゃんのことを言うと、
いつもはニコニコして優しいじいちゃんが、無表情のまま立ち上がって、仏間を出て行った。ばあちゃんは彼女の手を取って、彼女を膝に乗せながらその歌を一小節ずつ、丁寧に丁寧に教えてくれた。もう怖い夢を見なくて済むように、これからはこの歌を毎日歌ってから寝なさい。アリサちゃんが言った通り、いいことがある歌だよと言って。その晩、寝る前に彼女はその歌を口ずさんだ。父も母もその歌を知っていて、三人で一緒に歌ってから眠りについた。怖い夢は見なかった。その次の日、彼女たちはじいちゃんばあちゃんと別れて家に帰った。あの日の出来事について詳しく知ったのは、だいぶ後になってからだった。4年生の夏休み以来、毎年恒例だったお盆のお泊まりが、2、3年に1回の行事になった。彼女も中学生になって、勉強や部活に忙しかったりであまり気にしなかった。いやいや、しかし暑いですよ。暑いと何もする気になれないですね。ああ、冬が待ち遠しい。そういえば市民は、生前と同じことをしていると聞きます。お盆の時期に霊が戻るのは、そういった生前の風習にも関係しているのかもしれませんね。生前の行いが大事というわけです。まあ、他人がどうなろうが私の知ったこっちゃないのですがね。ふふふ。あ、さっきの話の続き、お聞きになります？めちゃくちゃ長いですよ、暇なんですか？まあ、私の方が暇してるのですが。それでは、続きをお聞かせいたしましょう。ある年の春先、じいちゃんが亡くなり、彼女たち家族は初めて、お盆以外の時期にその集落へ泊まった。彼女も母も父も泣きじゃくってじいちゃんを見送り、ばあちゃんを彼女たちの家に暮らさせようという相談もしたけれど、ご近所の人が助けてくれるし、この土地で骨を埋めたいというばあちゃんは説得できなかった。お葬式も終わり、いよいよ帰ることになった日の朝。4年生のあの年以来、疎遠になってしまっていたアリサちゃんが訪ねてきた。アリサちゃんは大人っぽい、綺麗な女の人になっていた。開口一番、アリサちゃんは私に頭を下げながら、あの時はごめんなさい、と謝った。わけがわからなくてキョトンとしている私を見て、奥の間から出てきたばあちゃんが、そろそろ話しておかなきゃいけないね。と言って、あの時のように彼女とアリサちゃんを仏間へ連れて行った。あの時座卓に座っていたじいちゃんは、遺影になって仏壇のところに飾られていた。以下は、ばあちゃんが話してくれた、方言混じりの昔話を要約したもの。父の実家があったこの土地は、はじめ、ある理由があって村八分にされた一家が落ち逃れてきたことから始まった。集落の名字が同じなのはそのためで、もともとは一つの家から始まった遠い親戚の集まりだった。何十年もして村八分が解かれた後も、集落の人々は周りの土地に干渉されるのを嫌って、内輪だけで栄えてきた。近親の結婚が続いたせいか、知恵の遅れた子や障害を持った子供がよく生まれたのだそうだ。ばあちゃんはその子供のことを、ワロボ、と呼んでいた。もともとこの土地は肥沃な上、少人数の集落だったので、食べ物に困って口減らしをすることはなかった。けれど、少人数であるがゆえに、子供は大事な働き手であり、仕事をすることができないワロボたちは、そうであると分かった時点で殺してしまった。そんなことが何年も続き、やがて集落と周りの地域との軋轢もなくなり、集落の外から嫁や婿が来るようになると、ようやくワロボが生まれることもなくなってきた。ところがその頃から、集落で生まれた健康な子供が、ある日忽然と行方不明になったり、山でいなくなったと思った翌日ひょっこり帰ってきたが、頭がおかしくなっていたりと、不気味なことが起こり始めた。はじめは小さい子供ばかりがそういう目にあったが、やがて若者、親の世代にもそういう怪異に巻き込まれるものが出始めた。おかしなものを見たという報告も多数上がった。皆口を揃えて、真っ白な赤ん坊に食われそうになったとか、口の大きな真っ白な子供に追いかけられたと訴えた。これは、ワロボ、のたたりではないか、と誰とはなしに噂が立ち始めた。
なぜなら、かつて殺したワロゴは、供養することもなく山の中腹にある岩場に放置して、獣や鳥に荒らされるがままにしていたから。今と違って、ワロゴのような人たちへの差別や偏見がとてもひどかった時代、そういうものが生まれてしまったことを記録として残すのを嫌がったのだそうだ。集落の人たちはやっとそれらを供養することに決めた。けれどやはり、そういうものの記録を形に残してしまうことを嫌った人々は、その地域の山を信仰していた古い修験者さんに、護衛花のようなものを作ってもらった。もともとお経や祝詞とは、耳で聞く、と同時に口で唱える、ことで二重に御利益や徳があるもので、お経を聞くだけの一般人よりも、口で唱えた、自分の声を耳で聞いている僧侶の方が徳が積まれるのはそのためなのだそうだ。集落に与えられた歌は、殺めてしまったワロゴたちへの、供養の意味を込めた歌だった。ばあちゃん曰く、集落の人はワロゴを殺した加害者、であると同時に、自分たちの血のつながった子供を殺された、被害者、でもある。だから集落の人間は、その歌を、歌うことで供養する、と同時に、耳で聞くことで供養される、立場にあった。この供養の歌を、毎晩欠かさず歌うように、修験者からそう言われたことを、守るようになってから、集落での会議は収まった。しかし、それと同時にある問題が起こった。ここからはばあちゃんの話したことをそのまま書きますので、差別的な表現が混じってしまうことをお許しください。だそうですよ。ワロゴたちの大半は、身体ではなく知的な障害であった。それゆえに、物事の判断をつけることが難しい。ばあちゃんは、気違いだから、思い込みも勘違いも激しい、と表現していた。そのせいで、ワロゴたちの中では、歌を歌って、供養する、人間は自分と相入れない存在であるものの、歌を耳で聞いて、供養される、人間を自分たちの仲間だと思い込み、自分たちの中へ取り込んでしまおうと寄ってくるようになったのだ。歌を歌える人間には怪異は起こらない。しかし、歌を歌うことができない、耳で聞くことしかできない赤ん坊や地方にかかった老人が、次々に引き込まれてしまった。と。行方不明になったのか、おかしくなったのか、死んだのかはわからない。ばあちゃんはそうとしか表現してくれなかった。それがわかって以降、集落ではその歌をよそ者には決して聞かせてはいけない。集落の子供にもしっかり歌える年になるまでは、絶対に聞かせてはいけない、タブーの歌として伝えるようになった。ここまでが昔話。その歌はそんなブラックな昔話と一緒に、集落の伝統、としてひっそり伝えられてきた。集落の子供たちは、小学校中学年くらいになると、親からその歌を教えられるが、内容が内容なので、本当の由来は聞かされず、よその人には決して聞かせてはいけない伝統の歌、として教わっているに過ぎないのだそうだ。ばあちゃんの話を聞き終えたアリサちゃんは、言いづらそうに彼女に向き直った。あの年、5年生になったばかりの時に私はその歌をお母さんから教わった。お母さんは、歌えない人には絶対に聞かせてはいけない。なぜならその人が不幸になってしまう歌だから。って言って教えてくれた。あの時、都会から来たかなこちゃんが、女の子らしくて可愛くてとても羨ましかった。ずるいと思った。だから、ちょっと意地悪してやろうって軽い気持ちで聞かせてしまった。と、都会で生まれて都会で暮らしている彼女には、そもそもその集落のワロゴたちを供養する責任はなかった。しかし、小さい頃から集落の土地の恩恵を受けて育った父と、その父と結ばれた母には因縁がある。彼女は知らなかったそうですが、父と母は毎晩寝室で、寝る前にあの歌を口ずさむのが決まり事になっていたのだそうだ。そして毎年のお盆のお供養、あの時間彼女だけが外に遊びに出されていたのは、お供養の時にみんなで歌うあの歌を聞かせないためだったらしい。あの日の晩、温厚だった私のじいちゃんは、アリサちゃんの家に怒鳴り込んだそうだ。お前のとこの娘のせいで、うちの孫にまで因縁ができてしまったと。孫は一生、
あの歌に付きまとわれて生きることになったと。あの夕方、セミがわめく暑い空気の中で、私が見たものは偶然の夢かもしれない。と、けれど未だに鮮明に覚えている、あの不気味な白い赤ん坊の姿。あまりにリアルに思い出せるせいで、私に技術さえあったなら、映像にして細部まで再現できるんじゃないか、とすら思うあの光景。赤ん坊との距離も、暴れた手足を押さえつけたじいちゃんばあちゃんの手の感触も、怖いくらいにありありと覚えている。そして現在、ばあちゃんも亡くなり、もともと古かった家は朽ちて住めない状態になり、私たちはあの集落へ行かなくなった。けれど今でも私と両親は、習慣であの歌を毎晩口ずさんでいる。アリサちゃんとはその後また仲良くなった。今でもあの集落に暮らしていて、集落の中で結婚して子供も生まれた。集落は相変わらずど田舎だけど、周辺の開発が進み、前よりは便利な土地になったという。近年、とあるドラマでとある隠れた名所が取り上げられた。それまでは観光客など滅多に行かなかったその場所に、年間何千人もの人間が訪れるようになった。じいちゃんばあちゃんが暮らしていた、あの集落のすぐそばだった。なんだか懐かしくなって、久々にアリサちゃんに電話をすると、アリサちゃんの家も、去年から民宿を始めたという。新しい住人も増え、観光客向けの食堂は土日になるといつも混み合っているという。泊まりにおいでよ、ただでいいよ。そう話すアリサちゃんのお言葉に甘えて、何年かぶりに集落へ足を踏み入れた私を、あの日から毎晩口ずさんで眠ってきたあの歌が迎えた。電信柱から生えた、古びて朽ちかけたスピーカーからだった。オルゴールのような音色のメロディーは、浜辺の歌に似た、聞き間違うはずもないあの曲だった。12時と5時の時報代わりにね、新しい集会長が決めちゃったんだ。アリサちゃんは苦笑を浮かべながらそう話した。そう言いながら、呆れたようにため息をつくアリサちゃんの横で、小学生になったアリサちゃんの息子は、無邪気にあの歌を口ずさんでいた。商店の横にある食堂には、何人もの観光客が並んでた。メロディーだけなら大丈夫なんじゃない?そう言って笑うアリサちゃんにはとても言えなかったけれど、小学4年生のあの時、裏庭でアリサちゃんが聞かせてくれたのは、鼻歌混じりで歌詞なんかわからなかったよ。もともとあれは供養の意味だけを込めて作られた歌で、私みたいに集落出身の血が入らなければどうということはないのかもしれない。けれど、ばあちゃんが言っていた話がもし本当だとしたら、この集落に取り付いたあの白い赤ん坊に、集落の人とそうでない人との区別なんてつくんだろうか?都会の人はぐねぐね曲がり角が多い山道の運転に慣れていない。道幅も狭く、傾斜も強い集落への山道は、開発が進んだとはいえ相変わらずの様相だった。事故は、名所からの帰りの山道で起こる方が圧倒的に多いらしい。最後までお付き合いしてくださるとは。お疲れでしょう?戻って休まれては?それでは私もこの辺で。さすがに戻らないと。それではお体に気をつけて。ごきげんよう。